私が朝日遥か本人だと。どうして？岸田龍吾を除いて4年1組 OB に朝日遥かと面識のある人間はいないはず。どうして？その男子に連絡がつかないと、どうして私が朝日遥かだということになるのか。意味がわからない。住所が何だと？言われるまでもない。ボルトは？それで？反論する。印刷室でお前は私が背を向けている間にとっととコピーを済まして退出したはずだ。私はお前が何をコピーしたのか知りもしない。
西九条先生が見事な推理をしたはずだ。あのコピーは機械の不調とリサイクル紙のずさんな扱いが重なって起こった偶然に過ぎないと。災難だな。言いがかりだな。証拠は？聞こう。なるほど、確かに本当にオカルトや呪いだったら人違いはありえんな。本音？ルチアで遥は忘れたいな。だキシダリュが伝えたままだ。草木が枯れ果て、生き物は死に、人も同じ運命をたどった。その原因は私だった。吸血鬼などではない。しかし人間でもない。生まれた時は普通の人間だった。しかしそうでないものに生まれ変わったのだ。それはひどく醜く汚れた存在だった。未来の人類。話したところでお前には分からん。だが理解はしているはずだ。私には人間にはない力があること。質問に答えた。今度は天王寺が答える番だ。私の本音と言ったな。それは何か。そうだ、私は呪われている。そうだ、普段は抑えることもできる。普通の人間に紛れて生活もできる。だが何かの間違いやきっかけ、あるいは体調で、それは全て破綻する。あの日もそうだった。
そして私の手に触れ死んだ。私の手が殺したんだ。すべてが滅び、元凶は私であることが知らされた。そして理解した。私はいてはならぬ呪われた存在なのだと。しかし私は世のために何の役にも立てない存在となり果てていた。私の存在はただそれだけで人に害をなす。ただ私がいるだけで誰かを危険にさらす。私がいることが誰の救いにもならない。私が世の役に立つ方法は今すぐ死んでこの世から立ち去ることだけだった。それは私が害をなさるように日々懸命な努力を重ねているに過ぎない。この手袋などそのうちのささやかな一つに過ぎ、気休め程度でしかない。お前は私に近づきすぎなんだ、天王寺小太郎。私に近づくな、触れようとするな。お前も全身に紫のあざを浮き上がらせて晴らせながら海を撒き散らして死にたいのか。せめて私に優しくしてくれるお前を絶対にそうしないように。私がどれだけ悩んでいるか考えたことはあるのか。ああ、それは違うぞ。女子なら正常な反応だ。これまでも一人だった。これからも一人だ。いつまで一人で。分かってる。私は千年の後をもたった一人で生きていく定めを与えられたのだ。そんな私がどうして呪われていないなんて言えるんだ。触れる者に死をもたらす私とは誰も。敷地には私の毒が未だに濃く残っている。入れば健康を損なうと警告があっただろうに。お前を病院へ収容する。当時とは違う。今は対応が早ければ治療は容易だ。そうだ、私の呪いであり私の毒だ。恐ろしいものだな。これだけの年月を経ても未だにそれだけの毒性があるというのか。そのあざについては謝る。しかしそこまでしなかったらお前は調査をやめてくれないと思って。え、
それは天王寺が悪いわけじゃなくて、何をするつもりかわからんが、もうやめろ、やめてくれ。やめろ天王寺小太郎、何もかもやめて、早くここから逃げ出せ。あざが消えた。どうして？何者なんだ？本当に何ともないのか？あざは確かに消えたが、お前本当に体は何ともないのか？熱は、めまいは、死んでしまう。私の毒に耐えられるというの？
出せ。たまたまあざが消えただけかもしれない。嫌だ嫌だ、もう誰も殺したくない。話さないと、お前が二度と。受け入れていないと言うのか。だって私は大鳥さんや他のみんなともいつも喧嘩を。私がバカなのか。どうして なら神様に誓え。もう一度。神様の前で誓い合うなんて、焼けるわ。怯えるな、味方だ。怖がらないで。それより今はあなたの心配が先。この敷地は生身の人間がうろつくにはちょっと適さない場所なのよ。
怯えるな天王寺、彼らに任せろ。私たちが駆けつけるのが早くて幸運ね。いえいえ、セキュリティがダウンしていた不運を呪う方が先かしら。ルチアちゃんの通報がなかったら大変なとこだったわよねえ。それがこの男、私の毒に耐性を。うん、そして天王寺くん、後で病院で会いましょうね。すぐわかる。とにかく今は彼らに従い病院へ。安心しろ、何も恐れなくていい。お前は死なないと約束しただろ。私の仲間だ。後で説明する。